ってことで、おしゅうぶだへでございます。今回はちょっと、まあ、いわゆる、ベタな、ファティーグの生戦装備の紹介の一環にもなるかなってことで。ちょっと普段履きにしとる。ファティーグの典型的なね、リップストップのファティーグのパンツです。すごい汚れとんな。今回何を調べるかっていうとね、実はちょっと前にコメントで来たんですけど、このねリップストップの、まあ、ファティーグのパンツを、まあまあフォース4型っていうふうに僕は認識してますけど、これに対して一つ前のサードのパンツが、裾のね幅が細いんじゃないかと。でまあそういう質問来たんで、一応ちょっと適当にまたねこう思い込みで、まあ僕は基本変わらないっていう認識やったんですけど、まあ一応見ました。ただ僕もちょっと面倒くさくって、初期ファティーグと比較したんですよね。で比較したのもこの裾の口ね、ここで比較して、ああ一緒やから、まあ大きく変わらないんじゃないですかっていうふうにちょっと返答しちゃったんですけど、後日ね違う連れから、いやサードの方が細いっていうやつがいたんで測ってみたいと思いますね。まずは僕の予測では、同じ数字になる、大体僕持ってるの M が多いんで、比較するのはほぼ M です。よいしょ。まあ、多少の誤差はあるかもしれないですけどね。25センチぐらい?この半分でね。ということは一周50ってことになりますね。で、どこで測ろうかな。あとこのカーゴポケットのちょうど真下ぐらいで測ろうかな。要は裾よりも手前の部分の太さが違う可能性があるってことだよね。一番裾のところの大きさが一緒でも途中のカッティングが違うと体感した時に細いっていうのは決して間違いではないっていうことになりますよね。これで半分なんかな。こう縫い合わせ目がちょうど半分ってわけでもなさそうね。あーカーゴポケットの下で測ると32ちょっと。この上で測るのは測りにくいかな。なんかどうやったら寸法って出んのかな。でもこのあれやな、縫い合わせ目で測った方がええんかな。メモ取っとかへんかったら分からへんようになりそうやな。まあええや。まずはフォース裾口は25のカーゴポケットの真下は、32センチでした。これサードね。サードの裾をよいしょっと、実はさっきもちらっと見たから結果分かってるんだよね。この辺は変わらないはずだ。よいしょ。もう20、でも20、まあ誤差の範囲か。でも25若干ないかもしれん。問題はカーゴポケットの下で測った時に、よいしょ、まあもう31か。でもまあまあこれ個体差あるかもしれないんでね、ちょっと押したらもう一本必須の、これでもデッドかどうかでも変わってくるよね。
デッドで測らんとダメじゃね。これホースのデッド M レギュラーよいしょ。これで測ると30、裾口は26なんで、さっき測った同じホースよりも蛍光灯が怪しい。1センチ大きい。だからこれはやっぱり誤差の範囲な気がしてきた。よいしょ。お、これカーゴポケットの下がちっちゃく感じる。あ、でも30、31に。ほんでこいつファーストか。もう一本ファーストジャケット液よいしょ。サイドのパンツがもう一本あったん違ったっけなと。これはこれか。これ多分、まあ、デッドってことはないかな、まあ、程度のいいサードのパンツ M レギュラーよいしょ。裾は25センチ弱よいしょ。ってんのかな。よく考えたらな。もう全然手元でやってて、何の検証の証拠もないっていうね。測ってますよ。よ。30、ちょうど30ぐらいか。まあ誤差があんのかな。まあまあ、でも一本だけやったもんな。デッドのやつ、で初期ファティーグです。ちょっとね、セカンドが出てこない、持ってないわけじゃないはずなんですが、出てこなかったんで、とりあえず4タイプでね。初期ファティーグも裾口は25センチ。カーゴポケットの下は、よいしょ。逆にでかいかも、33ぐらいありそう。なんかね、初期ファティーグはね、だけちょっとこの太ももから腰のあたりのね、形が全然違うんですよ。ウエストの位置が高いんですよね。で、代わりにお尻が大きいんかな。とにかくね、昔スモールレギュラーがギリギリ履けてた頃の体型の時に、このスモールレギュラーのファティーグのパンツが履けなくて、このファーストのね、がっくり来たことがあります。もう今やスモールなんて夢の夢ですな。よいしょ。裾は25ちょっと。これもファーストですよ。でカーゴポケットの下が半分かわからへんよ。32ぐらい。まあ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 。でちなみに、これで測っても測んかな。まあ程度はええんだな。これラージなんですよね、このパンツね。ラージなんやけど、これウエストのサイズがね、あんまり大きくない
ラージで。比べると一応でかいか。でもちょっと今手元に他のファティーグのねラージサイズがないんで、まあ 1,2 センチ大きいんかな。でも 1,2 センチか。 1,2 センチってことないんちゃうかな。まあでも 1,2 センチの半分やから 3,4 センチぐらいは一応違うんかな。まあ一応でかいけど、これちょっと資料として持ってるんですよね。よいしょ。ラージの裾の大きさは大した変わんないよ。むしろちっちゃいぐらいか。まあ25センチぐらい。太ももでも雷だ。30センチちょっと、全然大きくないです。しかもこれサード、あ、まあサードやしな。これじゃ検証にならん。これはまあまああんまりね数に入れちゃダメです。というわけで、まあ製品誤差とか着込んだ感じでちょっと縮んでるとか程度がいいとかによっても差はあると思いますけど、僕の中では太ももというかね、ズボンの太さっていうのは一緒ではないかという、一応、私の検証結果です。初級ファーってこれ一応もう簡単に説明しようかな。ついでやからね、これ初級ファーティーグのパンツです。特徴はね、まず生地がポプリンです。リップストップではないで、一番わかりやすいのはね、このカーゴポケットとかお尻のポケットの蓋がね、ポケットがボタンが露出です。で、色は濃い緑で、ウエストのアジャスターがね、このボタンになってますね。これと前合わせはまあボタンで、で、このガスフラップがついてますね。で、こいつはついてるかな？お、こいつついてへんな。ちょっと残念な初期パティーグのパンツ。よいしょ。もう一本あるんで、もう一本の方で見ると、このカーゴポケットに、カーゴポケットのね、この下のスリットから、ここやね、このスリット切り込みがあるんで、こっからね、このストラップ出して、カーゴポケットにいっぱい物を入れた時とかに、このベルトル、このベルトを通す。やれって言うてんと。ね、あるんやからやれよってやつやな。そういや、こういう検証の仕方お前せえへんかったんやったっけな。なんかファティーグ一通り、あれかな。上下で紹介したんかな。ね、初期のジャケットパンツみたいな感じで、よいしょ。通したことあんのかお前っていうぐらいこのホールがちっちゃい。汗かくやんけ、ほんま。お、汗で濡れてきた、やばい。 T シャツがよいしょ。ね、こっからカーゴバケットからこう紐を出して、まあ2本あるんあるよね、2本あるんで、よいしょ。短い方からだ。まあこれ作り的にはあの65とかね、51のパンツもこういう風になってたと思うんですよね。よいしょ。だからその辺のやつから部品取りして
この紐のないやつ復旧してもええんかな。うわ、なんか汗が伝う。で、これをこの股の間通して、このベル、このね、股のところにちょうどベル、ループがあるんで、よいしょ。で、キュッとくくれると。ね。まあ、こんな使い方してるやつ、まあ、見たことないというかね。見ないし、使わないですけど、まあ、こういう風になりますよ。まあ、これ初期ファティーブの特徴です。で、これがね、まあいいや。セカンドのパンツが今ちょっとないんで、あれですけど、サード、サードの、さっきのラージのやつ。これがセカンドになると、ガスフラップが、ちっちゃくなるんや。これもうサードはもうガスフラップついてないです。で、セカンドやと、まあ、ウエストのアジャスターがボタンのままね。で、カーゴポケットが、の、これが、はついてる、ストラップがついてると。ところが、この個体は、サードの、ほとんどがサードの特徴やのに、カーゴストラップがついてるという、ちょっと、過渡期のやつですね。僕の中では基本的にこれのことはサードやと思ってます。で、最後はもうリップストップでね、まあ、これサードですけど、あ、前がジッパーになるんですよね。あ、急行とこやばいな。よいしょ。ね、ほこりかつ前がジッパーにね、ジッパーフライになって、リップストップになります。あとはまあサードと特徴変わんないです。アジャスターもバックルで、カーゴストラップとかはないです。で、ズボンの太さは一緒と、多分ね。またね、違った意見もあるかもしれないんで。で、カラータイマーみたいになってるな。細いって言うとはった人は、ひょっとしたら改造されて細くなってるっていうこともあるかもしれないです。僕も何本か持ってます。OD のファティーグもありますし、リーフとかでもね、後で改造されて細くなってるっていうパターンもあるんで、まあ俺の太さが全然違うっていう人は、まあ、それちょっとチェックされたらどうでしょうか。あと、それはよくね、ラープがやってた仕様なんで、細いのは細いので、ありはありです。こんなところでいいかな。もう蛍光灯も限界なんで、ではでは、LED に変えろってか。